い、皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾の福田コーチです。今日の動画では絶対に覚えた方がいいカットインからシュートまでの流れっていうのをこの動画でご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、それでは絶対に覚えた方がいいカットインからシュートまでの流れっていうのを、早速やっていきたいと思います。まずはお手本が動画で流れると思うのでご覧ください。はい、それでは解説の方に移っていきたいと思います。今回紹介するこのカットインからシュートまでの流れに関してなんですけど、一般的なカットインからシュートまでとは違って、カットインをしてすぐシュートを打ってると思うんですけども、いわゆるワンステップシュートっていうやつがこのカットインからシュートまでの流れで使われています。サッカー選手で言えば、メッシ選手だったり選手は基本的にこのワンステップシュートっていうのを、ドリブルの中に入れることによってシュートのタイミングをずらしてるっていうのがこのカットインからシュートまでのポイントになります。一般的にカットインをした後シュートまでかなり時間がある選手が多いんですけど、今回この動画で皆さんに練習してほしいのはカットインで中に行った1歩目でこのタイミングでもうシュートを打つ練習をこの動画を見て練習していただきたいなと思います。流れとしては相手に対してドリブルで仕掛けるんですけど、ここのカットインをしたタイミングすぐでシュートを打つことによって相手っていうのは足を出すタイミングが遅れるのでシュートまで持っていけるっていうのがこのカットインからシュートの流れになります。ぜひやってみてください。このカットインからシュートまでの流れを覚えることができれば相手をかわす必要もなくシュートを打つことができたり、キーパーのタイミングを外してシュートを打てるようになるのでゴールの確率というのが、ぐんと上がると思うのでぜひ練習してみてください。